死ぬ覚悟はできているな。おお。シューティングゲームみたいになってる。へいへいへい。で、上のゲージがボスの体力か。ズボボボボボボ。おお。まあ、パターンだろうな。えい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 。もうそろそろ避ける。おっと、小森。あ、でも、この雑魚敵を出してくれることにより、ハートを出してくれるかもしれない。ほい。おーっと、多いですよ。ちょっと多い多い。えい。やったやった。ハート出してくれた。連続キル。あー、とと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 。おっとと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 となってたぜ。危ない危ない危ない。なんとか耐えてる、なんとか耐えてる。ちょぼぼぼぼぼぼぼ。ふぅ。ふぅ。お。これ、壁ガード、壁ガード。あ、やばいよ、ここにいると。あ、あれダメージ今食らったか。体で防いだだけだった。おお、ちょっと危ない危ない危ない。やめて、ストーキングやめて。ほい。あ、ハート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 。コウモリはいいの、ハートが欲しい。ハートハート、ホロッホホロッホ。うおー、ハートがない。あー、これはまずいっすね。どんどんやって、このアンデッドキングぶっ倒した方が先決か。そしてついついお金を取りに行く。金の亡者、亡者相手に俺は金の亡者。危ないぜ。うおーうおー、避けろ避けろ。まずいかな。あー、一度やり直せば多分 HP 全回復になってるだろうから、もう一回やり直せばいいかもしれんけども、うー、できればこのチャンス、この戦いで終わりにしたい。よし、回復ちょっとずつでも。よしよし。あそこのハート、あれが欲しい、心臓欲しい。ほいほいほい。お、壁ガード、いいね、壁ガード。よしよしよし、ここいいかも。はめたぜ、おりゃ。まんまとはまったな。やったぜ。どこかで何かがあったぞを手に入れた。これでおしまいだよね。このゲームがもう進化しないの？俺プレステ3ぐらいのレベルまで進化すると思ったんだけど。でもなんだろう、ムービーシーンとかありそうだよね、進化っていうんだから。とことことこで、ここが開くようになって、この先は宝箱、アミュレットか。パパーン、アミュレットの残り半分を手に入れた。やったぜ。これであのブラックトリデに入れると、あれ、またタウンポータル。誰がまたあんな長い距離を歩きたい。優しい。昔のゲームだったらね、また歩かなきゃいけないんだけど。やったぜ。でね、歩って出る、もうすぐ出口だってところで、あの岩がゴロゴロゴロってきて、仲間が一人食い止めて死んじゃうっていう、そういうパターンもあるからな。さてさて、2万あるからこれで買えるね。銀の鎧、やったね。これで守備力アップ。買う、レアカード、アンデッドキング。お、ボスじゃん、これ先に手に入れてたら。ボスの名前がネタバレか。高速 DVD プレイヤー、遅い CD ロード時間よ、さらば君の役目は終わった。あ、もしや、つまり、マップを切り替えると、おー、ローディングがなくなった。わざとのローディングだったのか。でかした、これでアミュレットが揃ったぞ、てんてん。ブラックドリデに入れるぞ。川を越えた青貝の東にある、今のてんてんは何だったんだろう。グンラーク。なんか意味ありげというか、悩ましげ、意味深な、てんてんだったけど。おお、フィールドにもミニマップが。これは分かりやすいね。マップ大事。よし。おーっと。あれ？え？どういうこと？今エンカウントと同時に入った？それとも入るとこういう設定なのか？ブラック企業に入るぞ。そうか。お前がだ、誰？あんたが私の村をめちゃくちゃにした悪魔だったのね。あ、そういうことか。お、悪魔だー。ただゼフィロスと呼んでくれ。これちょっと翻訳がよくわからんことになってるけども、まあ濁点をつけただけよしとしてやろう。まるでイカみたいなやつだな、お前。ん、なんでイカだと思ったんだ。どう見てもイカじゃないな。でもイカのような気がする。どうしてだ。そしてこの背景がラスボスチックだな。やっと俺を見つけたな。だがその努力は全て無駄だ。お前のくだらないパワーなど俺のに比べたらなんてことない。なんか安っぽい。俺のに比べたらなんてことないみたいな。私のに比べたら。ダメだ、かっこよくできない。今それを証明してみせるぜ。マジか、ちょっとうちらに贈り物か。
絶望をプレゼントしてくれるのか。おっといきなりゼフィロス戦なんてことだ。この爪という正胸を俺たちに向けて放ってきた。さあ川間さんも X クリスタル、超級武神クリスタル、いくぞ。おっとダメージを食らっている。しかし鎧もつけた。守りは万全だ。お、硬い硬いぞセフィロス。なんてことだ。うりゃ X クリスタル、これはカーマさんの攻撃の方が重要になるかな。で、俺はアイテムとかなんか使う。いくぞ、クライブレイバー。しかしあまり当たらない。ちょっとここはカーマさん回復をしとくか。回復、ペロリーン、ビンビン。よし、攻撃で、もう攻撃を重ねよう。どうしようどうしよう。おっとカーマさんも食らっている。おっと、そして俺のスペシャルはいつになったら使えるんだ。そして今日も安定のエアーサーバーの不具合というか、ブツブツブツキャプチャーの不具合、まずいぜ。そしてカーマさんがだんだんダメージを、あ、間違えた、危ない危ない危ない。ちょっと、あ、おいおい、キャンセルさせろよ。キャンセルさせろどこ押してもならない。昔のあったな、ファミコンの頃のちょっと理不尽なあの難しいゲーム。これのね、判定難しいんだよ。よいしょ、奥を触りたいのになぜかね触れなかったりとか。7匹かな、あの星を見る人とか確かこういう感じじゃなかったっけ、あのキャンセルができないとか。ちょっと思い出違いだったらすまぬ。ここはちょっと川間さんしっかりと回復をしておこう。さあブラック企業のブラックなやつ、もう少しで倒せるか。もうこうやって重ねていった方が確実かな。相手はなんか強力な攻撃とか放ってくるわけでもなさそうだし。回復、ヒロイン、まだかな。そろそろ地味な戦いすぎて飽きてきたぞ。はい、回復、クロコダインのように体力を回復させ続ける。おりゃ、いくら俺がグワーとなっても、カーマさんの回復があれば、ベホマがあれば、あれ？もう十分だ。おいおいおい、それは俺のセリフだよ。お前らと遊ぶのにも飽きた。え、どういうこと？そっちか。FF つながりだから、カメーの方だと思ったけど、まあそれもかけてるのかな。ちょっとここは押そう。はあ、めー、はあ、行っちゃったー、普通に行っちゃったー。川間さん死んだー。そして俺やばい、フェニックスの脇毛使うで、よいしょ、はい、あれ、俺を回復させたらの方が良かったかな。ピローン、ちょっと危ない。はーん、これはあれかな、カメハメハに耐えてなんとか勝利しないといけないのか。で、あー、もうポーションしかない。脇毛をもうちょい買っとくべきだったな。これは結構自利品だぞ。負けバトルじゃないよね。カメ、あー、また溜めてきた。やっぱりこういうことか。うおー、ハメ、あー、ずるいずるい、ちょっと理不尽あ、まだなんとか生き延びた。ラスト、ラスト、この一撃にかける、うりゃですよね。現実は非常である。え、負けバトルだよね、負けバトルだよね。あー、よかったてっきりタイトルに戻ると思ったよ。レベル上げするのめんどくせえなとかいろいろ考えてたら、よかったイベントだった。うわー、アイテムを無駄に使ってしまったよ。幸福なんてしないわよ、死ぬまで戦うわ。死んだよあんた、好きにしろ。で、カーマさん死んだ、カーマさん死んだ、泣いてる、ライフストリームがカーマさんの体を覆っている。カーマー、ありがとう、いつもそばにいてくれて、ほんの数十分だったような気がするけど、いつも守ってくれて、結構無視して自分だけ攻撃に参加してたけど、いつも戦ってくれて、だってそういうゲームだし、戦い
続けると約束して。エンディングにまでは戦うよ。お願い、私たちの緑の国を取り戻して。あなたを見守っているわ。また死は。あー、消えた。あいつはいいやつだった。最高の友達だったのに。竜の子よ、君の特別な力が目覚めたぞ。何、ブレスオブなんちゃらですか。回復バハムート。うおー、クソソソのことか。お、すげえ、 iPhone がブルーって震えた今。メガフレア。そしてあっという間に俺人間の姿に戻ってる。これ自分も食らってるかな。俺を倒したと思ってるのか。お前もうボロボロだろ。マナの木に戻るとするか。俺の傷、おお、ちょすいませんすいません、ちょっとねえ、コードで書かれてるぞ。俺の傷が治った時、お前らが大好きなこの世界を破壊する。あー、アーカームさん死んじゃった。でも俺回復できるようになったからいいか。あれ、これでおしまい。もうブラック企業入れない。いない、カーマさんはもういない。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は、動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。ミーのチャンネルを登録してくれたにゃん。